田中智之は映画プロデューサー。東方映画代表取締役会長。日本創造企画代表取締役会長。日本アカデミー賞協会副会長。日本映画テレビプロデューサー協会顧問を歴任。映画惑星大戦争では神宮寺八郎のペンネームで原作を担当した大阪深柴原市出身。趣味は旅行。通り名として智之を 有効を読むことが多い。大阪共同劇団での演劇活動を経て、プロデューサーとして活躍し、ゴジラ以降、同社の看板シリーズとなった、怪獣、SF 映画のほとんどをプロデュース。また、8.25シリーズをはじめとする、アクション映画や戦記対作、黒沢明、岡本喜八監督などの作品も手掛け、喜劇、文芸作品を専門分野としていた、プロデューサー。 藤本雅美と東方の黄金時代を牽引した。なお、関西大学から演劇活動にかけての仲間からは、俳優の志村隆脚本家の木村武史が後に結集して、特撮路線を支えている。もともと健全市民カラーの強い東方にあって、ひたすら非日常の世界、豪快な男性路線にこだわり続けた。東方社内で異端派に終わるべきところ、数回にわたって、 日本映画の興行成績記録を更新するという空前絶後のヒットメーカーぶりを発揮。結局は会社の色まで染め替えてしまった。今日では東方の名は創立以来のサラリーマン喜劇や文芸映画以上に田中が主導した特撮アクション路線の印象が強くなっている。とりわけ日本沈没で大ヒットを飛ばして以後は東方系の映画監視から 絶大な信頼を受けた。黒沢明作品も田中がプロデュースした1960年から1980年にかけての時期は娯楽性が強く大ヒット作が多い。ゴジラの生みの親として紹介されるのはつぶらや英二であることが多いが一般に知られているゴジラの基本設定を思いつき実際の企画を立ち上げたのは田中である。 田中はこのことに強い自負を抱いていたらしく、キネマ旬報史上で北島昭弘が執筆したゴジラ関連記事に自分への言及がないことに不満を抱いて呼び出し、インタビューを掲載させたこともある。メカゴジラの逆襲でゴジラシリーズが一旦終了した後も、田中が陣頭に立ってゴジラ復活へ向けた活動を行い、ゴジラを実現させるに至った。しかし、 ゴジラ VS キングギドラ以降は、田中の体調の問題があり、プロデューサー業務は、富山正吾に比重が置かれていった。平成ゴジラ VS シリーズの最終作にして、田中が携わった最後のゴジラ作品でもある、ゴジラ VS デストロイヤーでは、ゴジラを死なせることを了承しつつ、シリーズ自体は継続できるような結末とすることを要望したという。1998年に公開された。 ゴジラのエンドクレジットの最後には、田中智之の思い出に捧ぐという一文が記されている。1976年、前半期の黒沢映画を一手にプロデュースして、名声を博しながら、東方を追われ、ピンク映画の監督に転じていたかつての同僚、本木聡二郎が休止した際は、東方関係者で唯一葬儀に出席した。その少し前には、 宝塚映画あたりでも時をカムバックさせられないか、打診していたと言われる。三船プロダクションの設立と運営にも、森岩を藤本真澄、川、北長政らと大きく尽力した。晩年には、ゴジラとガメラを戦わせるのも面白いという胸を発言していた。没後に制作された、モスラサンキングギドラ来週の劇中に、主人公の祖父の肖像として、 田中の写真が飾られている。その後派で一貫した作品群、上記のインタビューのような強気なエピソード、三菱や創価学会とも太いパイプを築き、東方グループ制作部門に君臨した晩年のポジションなどから、コアを持てないイメージで語られることも多いが、実際は入話で温厚な調整型の人物であったと、される。死者でまずいところがあると、隣席の監督をつねってくるなど、 お茶目な面もあった。なお、1970年代後半には、本社の専務取締役である、西野和夫が社長を兼ねる東宝映像の会長を務めるなど、藤本引退後は、年齢もあって、本社役員人の上手に立つ長老として、偶されながらも、森、藤本とは異なって一度も、本社取締役にはつかなかった。そのため、本体中枢入りと引き換えに、 プロデューサーの肩書きを外さざるを得なかった彼らと違って修正制作部隊である株式会社東宝映画を膝元に抱えオーナー型でさえ海外にもぐいのない86歳まで切れ目なく作品を発表するという映画プロデューサー人生をしかもサラリーマン型で全うすることとなったゴジラ委員会委員長を務めた東宝の堀内実像は 田中について熱心でしつこい人物であったと評しており、時間を問わず電話をかけてきて、すでに会議した内容について何度も話すことも多かったという。また、田中は特にゴジラに対して思い入れが深かったと述べている。1967年1月、大阪万博に向けて、三菱万国博総合委員会、寺尾一郎委員長から、 三菱パビリオンのプロデューサー就任を求められる。基本出展構想を練るために起案メンバーに未来志向の福島正美、星新一、矢野通る、真鍋博士を起用する。同年、三菱館のテーマ、日本の自然と日本人の夢に決まる。館名を三菱未来館とし、明快なメッセージを発信する。プロローグとエピローグは、歩行動線、全室映像に包み込まれる。 日本の自然と50年後の日本の空、海、陸の未来ゾーンは動く歩道の強制動線とする。田中プロデューサーの意図する展示は分かりやすさと臨場感、見事に観客に伝わった。エキスポ70では人気ベスト3となり、三菱未来館は1142万人の動員を誇る。1971年1月8日、東方三菱商事、 三菱辞書の出資により日本創造企画株式会社を設立し、田中智之は創業社長となる。時代を先取りするレジャー、教育環境、流通の企画、制作を営業の柱とする。特に博覧会部門は沖縄海洋博、ポートピア81、科学万博つくば85では三菱未来館の総合プロデューサーを歴任する。 田中智之の博覧会への心情は、掲げたテーマを分かりやすく具現化し、動員数を高めるため駆動装置を導入することで、あった。海洋博では、高低差のある、ムービングシート一周140メートル、ポートピア81では、直径28メートル回転劇場、ラウンドロード、科学万博では、モーションコントロールカー一周160メートル16、車両による、 共生動線を採用する。三菱グループの企業のうちの三菱重工業のハード技術を博覧会に活用させる。それぞれの博覧会では海の資源を展開する海洋博、宇宙から深海までの生活に及ぼす事象のポートピア81生命の起源から宇宙開発をめぐる科学万博の複合展示を採用した映画人 田中智之にとっての博覧会は徹底したライブ感を持続していた。博覧会が開幕してもパビリオンに入ると展示の手直しを要求する。博覧会の展示は生き物である。その持論はやむときがなかった。反面、映画と違い一発勝負が博覧会である。 その怖さを身をもって体験されていた。日本創造企画では、取締役社長を21年間、取締役会長を5年間務める。株式会社、東方映画プロデューサーの中、イベント会社を持ち多角的に活動したものは珍しい。田中智之は金々一発勝負の仕事も去りながら、継続性のあることに専念せよと唱えていた。 日本創造企画は、出資会社の三菱辞書から横浜港未来21地区、横浜ランドマークタワー、展望フロアスカイガーデンなどの集客施設の運営業務に携わり、田中智之の提唱に応えている。ありがとうございます。